昨年制作した日本 CGN テレビのドキュメンタリーが国際クリスチャンビジュアルメディア協会主催クラウンアワードにてベスト外国作品部門銀賞を受賞しました国際クリスチャンビジュアルメディア協会のクラウンアワードは今回で49回目を迎え最も長く続いている信仰に基づく映画賞です受賞したドキュメンタリーはタイトル路上の隣人 2020年から制作し始め路上生活をしている人々の現実と神奈川県横浜市で30年支援活動をしている横浜カナ南キリスト教会の活動に密着しています CGN テレビジャパンの YouTube チャンネルでは18万再生を超え非常に多くの方々に視聴されています今回はドキュメンタリー制作の経緯や制作の裏側出演者の佐藤さんから受賞についてコメントをいただきました 2020年末くらいにこの企画がされていたんですけれどもその頃コロナでステイホームがやっぱ叫ばれていた1年の中で私たちはステイホームといってステイするホームがあるんですけれども家がない方々っていうのは実際今どのように過ごしてらっしゃるんだろうかということを思ったのがまずあのきっかけでこの企画が始まりました。クリスチャン関係の新聞記事やあと本と本かを見る中でこういった路上 生活をししていらっしゃる方特に寿町というそういう地域の中で働きをされているカナンキリスト教会さんをたくさん拝見しましてその働きについて撮影させていただきたいと思って撮影させていたただきましたこの寿の町のことがね実際にビジュアルで見てどんな町なのかそれどういう人たちがいるのかキリスト教会がその人たちとどのような関わりを持っているのか、まあ、理解していただければ支援のね 輪が広が広ってくれれば私たちがどんどん良くなって救われる人生やり直すことができるということをね思いましてぜひよろしくお願いいたしますとで私たちは一般の人も見て頂ければどのようにインパクトを受けるかそれが「路上の隣人」というタイトルで映された約1時間ぐらいですかありのままの映画や劇とは違うそれが現実なんですと。 どう思う思のかなってやっぱり他人事とは思えない自分ももし道どっかで間違ってここに来てたのかもしれないな野宿してる人の悲哀をね知っていただければそしてその人たちに優しい声でもかけるあるいは何かこう心づけっていうかな関わり近い歩み寄っていく何かがあれば感じるものがあればいいんじゃないのかなと思ってました。はい その中でその当時路上生活している方高山さんっていう方出てくるんですけれどもじゃあお願いしますねって話になった時に連絡が取れないんですね連絡手段がないで本当に口約束でじゃあ何曜日の何時にここでっていう感じで約束だけして実際にそこに行くしかその方法がなかったたののでそそういうい大変さはありました実際その路上生活されている姿と、まあ、最後には洗礼 受けられれる姿まで撮れたっていうのは悪い言い方すればなんかわざとなんじゃないかっていうふうに見られるようなこともあるかもしれないんですけれども撮影させていただいたのは数ヶ月にそういう期間の中だったんですけども実際に起こったことで本当に私たちも予想してなかったんですけれども目の前でそういうふうな姿を神様が撮らせてくださったっていうのは今回本当に与えられた大きな恵みだったかなと思います。やっっぱり高山さんってね <laughs> 彼がまあ救いいに預かったとうことその後にも2名の、ね、兄弟が導かれて前はこう炊き出してもらってる立場だった人受ける立場だった人が今度は差し上げる側に変わっていくってことはこれは素晴らしいことだと思うんですよねだから人生変わることができるそのきっかけをねやっぱり私たちは提供していきたいと思うんですよね高山さんだけでなくて2名の兄弟が来て今度洗礼を受けますイースタに。 ドキュメンタリーの中では路上で生活されている方々が出てくるんですけれども自分たちとやっぱり違う環境で今過ごされている方がどんな思いでいらっしゃるのかっていうこととかまあ、その姿とかを見る機会にもなるかなと思いますまたその方々とともにあの歩んでおられる先生方の姿を通して信仰者としても励ましを受ける部分たくさんありますのでぜひ見てまた祈っていただければと思います日本 CGN テレビでは 経営支援、制作コンテンツ、ソーシャルメディア、教育コンテンツなど、それぞれのチームで制作をしています。これからも日本 CGN テレビの制作していくコンテンツにご期待ください。